ハンマ家の本家の本物貴族の半間岩尾先生です。ハンマ家の代表の本家です。本物の貴族です。今のね、社会は大変ね、分かりやすく、皆がね的確に、動きます。例えばね、お店で、利益が取れるように運営するとね、皆がね、絶対お店に入らないと、全員その団結してね、そういうのがあります。で、良いお店でも商品でも、全部利益があると全員が買わないと。良い商品であろうとね。で、病院でも医者でな、この医者しか治せないけれども、儲けようとするとね、全員、死んでも治療をその人に受けないで、死んで、死ぬ、頑張って死にます。でね、そういうことで、必ずそう、動きますから、利益が取るとお客が入んないとか、そういうふうに動いたときはもう遮断しちゃわないとね、じゃないんですね、お店を。だからいつもそういう柔軟性を持った販売物ね、利益が儲けが出なければね、商売仕事にじゃないですから、一切ね、そういうふうに団体が来ますから、そういう来た時はね、いい商品で買わないね、儲けをね、出さない、儲けを出さなくしないと買わないとかね、来た場合はすぐね引っ込み、ようにね、ちゃんとその保険も入れとくとね、というふうにして運営すると。で、あと前金で、皆からそういう注文が来たり、こうやってほしいっていう時は、ちゃんと前金でそういうふうにすぐ引いてきて、すぐ、その普通にやってたら倒産しますから、そういう保険予備資金をちゃんと、もらってから運営するね。で、いい商品ね、医者でもその医者、この医者しか治せない病気があってね、あっても儲け、出るんだったら行かないということでね、頑張りますから、死んでも頑張りますから、そこに対比できるようにね、病院もね、そういうふうにして運営をねしない、すると前もってちょっとお金は保険かかりますけどね、その取り立てが保証できる皆から前もってお金をもらって、いる必要があるんですね。全部約束破りますから、そうやればいいわけですね。だから敏感にね、みんな生活良くしたいということで、そうに討論じゃないけどもやっていくんですよ。やってくるようになってきたんで、だから普通に昔のような経営方法だとね、簡単に潰されちゃいますね。利益がね、で、いいね、お店は利益がなくて運営 してこいということで、みんな動いてきますから、そういう時はすぐお店を閉じる。前もってそういうお店が欲しいとか、みんなが行くよというふうに言ってのお金を前もってね、運営できる、また利益取るなら やむって引っ込む場合はね、前もってそういうの保険とかね、まあ保険も聞かないけど、そういうのね、前もってお金をもらうとくもありから、じゃないとお店は出さないということで動く必要がありますね。だから自分で勝手にお店出すことはできませんね。周りが
ね、お店に行くよといういいお店ね、こういういいお店でが作れるということでね、だからあのということでね、ちゃんと前もってそういう約束ができないければあのお店は運営はできません。あのね、こちらの方もだいぶね、あのそういうので、そういうのに対応してないお店が多くてよく潰してますね。東京も多いですね。今はケンタッキーとかマクドナルドも厳しいですからね。売り上げ今落ちてますけどね。みんなその手ですね。安くしろ、儲け出ないで美味しいものを食わせろということでやってきてるんだけど、果たしてケンタッキーとかマクドナルド潰れないでできるか。あとセブンイレブンとかファミリーマートとかお店もだいぶ潰れてますからね。その手ですね。その手で人、うまくその昔の経営方法ではうまくいきませんね。みんながちゃんとお店入るかということでね、お店を開かないといけないですね。で、撤去することありますか？良い商品でも安くねということで、お店に寄らないと、安くするためにね、全員が団結しますから破産しますからね。破産 しないようにその前もってお金を余分にね、ね、店に入れとく必要があるわけですね。そういう保険金、他はそんな保険金しょっちゅう来るから、あの入りませんから、自分の方でね、保険金だから、それで、いいお店価格ということになりますからね。昔と言ってその部分はちょっとお金がだいぶかかりますね。多い時は2倍ぐらいかかっちゃうんですね。商品ね、初めて2倍ぐらい、半分は保険ということですね。すぐ手を引いてくることありますから、人間全員でね。